お時間になりましたのでセッションを始めたいと思います。岸田健一郎様によるロボを使ったモダンなタスク管理と自動化です。岸田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一応 PHP カンファレンスなどでは、ジョインドインというシステムを使っているらしいので、この QR コードとかこの URL、タイムテーブルの URL からリンクを踏むとコメントとか入れられるので、なんか感想があればそちらの方に入れてもらえると助かります。で、スライド自体は、この URL のところの、セッションのページにもスライドの URL 貼ってありますので、今日のスライドはそちらにもうすでに貼ってありますので、ご興味がある方はそちらをご覧ください。で、タイトルは、ロボを使ったモダンなタスクと自動化ということで、なぜ自動化が入っていないかというのを今気づいたんですが、このスライドというかこのセッションはですね、今年の7月に行われた PHP カンファレンス関西2017で、30分で無理くり収めたというか、かなり端折ったやつのちゃんとした1時間バージョンということで、今日はフルフルにお伝えできますということです。はい。でそっちのタイトルが自動化が含まれてなくて、その30分分自動化っていうところを削ったというふうに思ってください。で、私の自己紹介ですが、岸田健一郎と言いまして、会社はこの AWA システムマネジメントっていう、Ruby とか Agile の人がいっぱいいる会社で、PHP をやっているわけですが、あんまり仕事で PHP を使っているというよりは、OSS 活動とか、大体そういうところでやっております。で、なんか本書いたり、なんかいろいろ JS 関係のコミュニティとか、マイコンボードを作ったりとか、なんかそういうことばっかりやっていて、なんですかね。まだね、そんな感じです。で、先日ですね、ポリマーというフロントエンドフレームワークのコミュニティの、日本コミュニティの立ち上げにも参加しまして、Google のオフィスでコアデベロッパーと会ったりとか、なんかそのようなコミュニティ中心に活動していて、るっていう感じで思ってもらえればいいと思います。はい。で、今日の主眼は、自動化に関することなんですけども、皆さんは自動化していますかということで、私のセッションを聞きに来てくれている人は、これから自動化をしようとしている人というと、人と、自動化をしているんだが、うまくいっていないみたいな人だと思っておりますが、すでにバリバリ自動化をしているぞっていう人はいますか？あ、大丈夫ですね。はい。セッションの、話す内容としては、適切だと思っています。もう全く、もう何にも自動化してないみたいな、逆に、何も自動化してないぞっていう人っていますか？そこそこぐらいはやってるんですかね。はい。なんかちょっとぐらいはやってるみたいな感じなんですね。それを幅広くできるような話を少ししたいと思ってますと。で、なぜ自動化の話をするかっていうと、今の開発の流れの流行りっていうのを、おさらいしなくてはいけないと思ってまして、大体ちょっと前まで、ちょっと前でもないですね、10年ぐらい前までみんなオブジェクト思考だって言いまくっていて、久しく聞かないなと思ったらその後 DDD とかですね、でその後に今大体みんなアジャイル、その後に DevOps っていう流れだと思っていますが、基本的な根本的にその根っこのところはあまり変わっていないんですけど、ワードが非常に変わっていますと。で、もちろんその、今の開発の手法の流行とか、開発の背景ですね、今どういうソフトウェアを作んなくちゃいけないかっていう背景にもかなり依存していて、そういうところから、DevOps っていうのが、言われ始めているんじゃないかと思います。で、これ、インフィニットループ、無限ですね。無限になっていて、ずっとサイクル、開発がサイクルしていくよってことなんですが、DevOps っていうのは言い方の問題で、Agile ほど、厳密な原則があるわけでもなく、一応その、つい最近この、いわゆる色分けされたところですね、これはこういうことなんだよっていう提言はありましたが、非常に使いやすいワードで、バズっているわけですが、それぞれ言っていいことは大して、変わっていないというか、みんな割と自由に言える。これがデボスですよって言っていいぐらいな勢いってことですね。で、今のソフトウェアのその背景っていうのがどういうところにあるかっていうと、とにかく早く市場に出すっていうのが、重要ですと。もちろんその、2番手で出したアプリとかシステムが、全然流行らないってことはなくて、
裏でもメルカリさんとかやってますが、じゃあメルカリが一番世の中、この日本で一番早くフリーマーケットを出したのかといえば、まあそうではないみたいなところがあって、まあちゃんとそのユーザーに着目するとか非常に大事なところはあるんですが、まあとはいえ早く市場に出すっていうのは非常に大事です。まあこれから打って出ようみたいなところはかなりきついですよね、常識的に考えて。で、まあとにかく早く出して、フィードバックを得る。まあ炎上してようが何しようが、まあとにかくフィードバックを得て改善していくっていうのと、まあとはいえなんか全く動かないってことはありえないので、常にリリースして安定した品質を保っていく必要があるっていうのと、共通の会話が成り立つ必要があるっていうことで、そのデボプスって言っても同じ会社の中で僕はこう思ってる、君はこう思ってるみたいなバラバラではあんまりうまくいかなくて、まあ他の会社と僕の会社は違うんだよっていうのはいいんですけど、同じ会社の中で、共通の会話が通じないとうまくいかない。まあ例えばなんかどんなにドキュメント書いてもうまくいかないし、そうですね。なんか情報共有とか言って、まあ、ウィッキーとかね、なんか書くんですけど、まあ、そもそも根底として会話が通じないと、まあ、読んでもよくわかんないみたいなことになるんで、そういうのは避けなくちゃいけないっていうところがまず根底にあって、この辺を注意しながら、いろいろ DevOps とか、自動化とか、開発を進めていくっていうのがまず大事ですと。で、そこで、自動化というのは、目的じゃなくて手段なので、なんか自動化できたりとか、DevOps できてるみたいな、よっしゃ、できたみたいなところで終わると、何のこっちゃよくわかんないので、その、今言ったですね、この辺の話を、ゴールとするといいソフトウェアができるはずなので、そのために自動化っていうのを導入すると、まあそこにゴールに近づいていくんじゃないかっていう話を今日はしたいと思っています。さて、まあこれはですね、ちょっとした、適当なサンプルなんですけど、まあ、プルリクエストのコード、まあ、使っている方いらっしゃるんじゃないかと思うんですね。コードレビューの一環として、プルリクエストを使ってます。みたいな時に、なんか、エラーがあった時に、あ、例外が入ってなくて、忘れてて後ろに処理が流れてました。なので、例外、エラーの時入れましたわ、みたいなプルリクが上がってくる。さて、これは正しいだろうか、みたいな時に、まあ、いろいろ省略されてるじゃないですか。これどことかね。まあ、後ろもわかんないじゃないですか。まあ、大体プルリクってこのぐらいの範囲しか見えないんですよ。1行ぐらいの修正だと。で、もしも、例えば自動テストを入れていないとか、静的解析の行動の解析を入れていないケースに、これだけを見て、どんな凄腕のプログラマーでも、これが悪いかいいかは判定はできないはずです。で、実際にこれを、じゃあ真面目に、こういうところのね、展開、あ、ごめんなさいね。こういうところの展開、こういうところね、省略されているところの展開を全部、こう、開いて、全行を見るかっていうと、まあ、それはそれですごい大変なんですよね。まあ、その、よくあるレビューアーの仕事が全然動かないみたいな、もうずっとレビューしてるみたいなシチュエーションは、その、作業効率が良くないので、そういうのを避けるために、こういうイージーな、修正に対して、そのレビューっていうのを、もっと効率的に自動化した方がいいんじゃないかっていうのがあります。で、まあ実際、じゃあこれ展開すると実はこんなんでしたねみたいなことで、これ実は成功の時にリターンしてて、まあここでエルスして例外を投げたらこの下に来ないじゃないかみたいな、まあそういう、ここアンリーチャブルっていうんですけど、そういうことがもしかしてあるかもしれない。まあこれがクソコードだとかいうのはまあ当然でイグザンプルなんでいいんですけど、まあそういうケースを例えば静的解析とか入れてると、ここには到達しないよみたいなことを返してくれるんで、まずあのプルリクが、マージされることはないんですね。みたいなことを、その、優秀なエンジニア、まあ、例えばレビュアーになっているような人が、もっと働けるようにしてあげた方がいいと思っています。で、そういう一段ずつステップを登っていくっていう必要があって、どうしていかなくちゃいけないかっていうと、まあ、もちろんコードレビューをやったり、今言った、コードの静的解析したり、まあ、自動テストっていうのは、まあ、やられてる人がいるかっていうのはここで受け取らないんですけど、まあ、概ね、いつも大体半分ぐらい行ってればかなりいい方なので、導入は非常にまだ、最近 PHP カンファレンスで PHP ユニットのセッションとかあんまないんですけど、まあ、いつもやればいいのにな、誰かとか思ってるんですが、僕も遠い昔にやったんですが、それっきりあんまやってないんですけど、そういうのが大事です。で、最終的には、例えば、どのぐらいかな。
まあ、よくある例として1週間に1回リリースしますみたいな、まあ、なんならもっとリリースしてる、1日に3回リリースしてるみたいな事例をよく聞いたことがあると思うんですけど、まあ、ああいう US の事例は、まあ、超特殊なので、まあ、自動デプロイっていうのをそこまでじゃなかったとしても、例えば1週間に1回デプロイしなくちゃいけないみたいな時に、自動テストがないと手動で、よくあるじゃないですか、Excel のテスト項目ね。だから100個やんなくちゃいけないっていう時に、100個やるのに2日間かかるんですとか言われたら、1週間のうち開発は3日しかないけど、まあ3日フルフルできるなんてことはなくて、2日分出すよみたいな時に、もうなんかね、辛いみたいなことになるんで、まあみんなね、少しずつ作業を自動化していって、早くソフトウェアをリリースできるようにした方がいいですねっていうことです。で、自動化っていう時に、大体の人が、一番最初に思いつくツールですね。ジェンキンス。ジェンキンスを使ったことがある人はいますか？あ、いますね。そうですよね。これはですね、もう超有名ツールですね。はい。で、ジェンキンスで多分おそらく何かしらしてると思うんですけど、まあ、例えば PHP ユニットを動かすとかね。まあ、これジェンキンス2の例ですね。ジェンキンス2のパイプラインってやつで、この辺のね、パイプライン。ちょっと字がちっちゃいですけど、すいません、これさっきまでちゃんとズームするはずだったんですけどね。なんかズームが奥になってて、なんかフォーカスしかしないんですよね。すいません。そういうことで、パイプラインがあって、まあ、なんかこれちょっと僕の仕事のまずいところズバッと切り抜いた NPM インストールとかやってるやつなんで、まあ、これは例なんですけど、まあ、こういう新しい手法になりましたと、ジェンキンスの 2.0 から。パイプラインということで、できるようになって、これ実際はグルービーっていう言語のソースで、言語って言っていいかな。まあ言語のソースで書かれていて、まあ PHP ではないですと。まあ少なくともだから PHP のエンジニアがグルービーを覚えるのかみたいな話になるんですが、まあこういうことをすると書けるみたいなことがあります。で、多くの場合、そうですね。僕も書籍で PHP のタスクランナーを出したときに、2年前まで、この Fing というツールで書いていたんですが、まあ、Fing というのは非常に古、歴史が古くて、Java の Apache Ant とか、あの辺から、流儀を得ていて、XML ファイルで書いて、PHP ユニットとか、静的解析が実行できるツールなんですけど、これ非常に歴史が古くて、昔から PHP を やられている会社さんだと、まあ、概ね使ってると思います。まあ、もちろんメイクファイル使ってるところとかいっぱいあるんですけど、まあ、これはかなりの率で使われてるんじゃないかと思います。で、これは XML で定義を書くんですけど、もう超辛いですよね。もうもはやなんか字読めないぐらいな感じなんですけど、これ実際に一番最初に紹介した、PHP による継続的インテグレーション開発っていう本を書いたときに僕が作ったエグザンプルなんですけど、まあ、これ PHP ユニット実行して、BHAT で、エンドトゥエンドテストして、コードの静的解析するみたいなやつなんで、もしもその本を買っていただけた方は一度ぐらい見たことあるんじゃないかと思うんですが、これね、非常に学習コスト高いですね。一応そのアントと互換性があるんで、アントを触ったことがある人は大体使えるんですけど、もういきなり PHP やってこのコード読めないですよね。僕もあんまり読みたくないです、最近はね。ということで、まあ、いろんなツールを使っている可能性があると思います。メイクファイルを使っているところは僕は意外に多いんじゃないかと思っていて、昨日もスピーカーの前夜祭があって、何使ってますかって聞いたら、結構メイクファイル使っている人がいたんで、グニューメイクを使っている人は多いんじゃないかと思います。で、それ以外では、まあ、プロジェクトのちょっと、背景とかにもよるんでしょうけど、Java の名盤とか Ant、まあ、これももちろん PHP を使うことは可能ですので、もしかして使ってるかもしれないですね。まあ、なんか Java のプロジェクトもあって、PHP のプロジェクトもあって、まあ、ついでだからそこだけ共通化しようみたいな話があるかもしれないです。で、グレードルとかグラントとかガルプっていう、その G で始まる最近によくある自動化系は、フロントエンドが使われていたりすると、使っているケースがありますね。例えばガルプなんていうのは、まあ、割とそういう意味で非常に有名なツールで、使われているんじゃないかと思っていて、まあ、おそらく今日参加されている方は、自動化というかタスクランナーというので、何かしらを使っているんじゃないかなと思っております。まあ、これ以外にも Ruby のレイクとかね、まあ、大体その一番上に書いてますけど、メイクファイルのアリューというか、まあ、そういう系のやつを使っているんじゃないかと思います。はい。で、今日の話というのはですね、まず整理をしたくて、
サーバーサイドレンダリングをしているアプリケーションなのか、シングルページアプリケーションをやっているアプリケーションなのかというところがあると思います。で、今、まあもちろんそのこれ以外にも、まあ SPA じゃなくて、Android アプリがフロントで、PHP は API だけしているバックエンドですみたいなやつは今 SPA の一種だと思ってください。フロントエンドとバックエンドが別々のリポジトリで管理されているみたいなケースは、それぞれの流儀があるんですね。まあもちろんだから、もちろん PHP の自動化のタスクランナーとかもいろいろあるんですけど、あ、PHP じゃない自動化のタスクランナーとかいろいろあって、まあさっきの GARP とか、Android だったら Gradle とか使ってると思うんですね。で、そのケースは、フロントエンドはそれを使えばいいし、PHP は、今回紹介するやつでもいいんですが、今日のデモで紹介する内容っていうのはどちらかというと、こっちの、サーバーサイドレンダリングをしているケースで、ロボを使うとこういうふうに便利になるよっていう紹介を主にしていきます。で、PHP で忘れてはいけないのがコンポーザーなのですが、私は2年前ですね、コンポーザーのセッションをやったんですが、その時コンポーザーはですね、あまりまだ使われてはいなかったのですが、もはや今日コンポーザーを使っていないという人はいないのではないかとは思いますが、コンポーザーは知らない人いますか？大丈夫ですか？結構コンポーザーの話普通にし始めたりするんですけど、あ、大丈夫そうですね。はい。で、コンポーザーを使っていくんですけど、コンポーザーにはスクリプトというのを書けるのをご存知でない方がたまにいらっしゃいます。で、コンポーザーのスクリプトっていうのは何かっていうと、例えばこの例のように、コンポーザーテストみたいに書くと、テストの中に書いたアレのコマンドを順番に実行してくれたりするんで、まあぶっちゃけこれでいいんじゃねみたいな話はあるんですね。タスクランナーなんてみたいな。例えばコンポーザーインストールしてクリアして PHP ユニット実行するとか、まあクリアっていうのは実際にはないコマンドなんで、どうするかっていうと、そのアットクリアって書いたのが下に、例えばアレマアルフェのテストリザルトの下を消せみたいなことが書けます。だから、クリアだけ単発でも呼べるし、テストって書くとクリアも実行して、実際に PHP ユニットが呼べるみたいなことができます。で、PHP ユニットとかって、コンポーザーで入れると、ベンダー B の下にあるじゃないですか。で、パス解決めんどくさいですよね。でも、コンポーザーでスクリプトの中に書くと、ベンダー B の下が自動的にパスに追加されるんで、まあ何も考えずに PHP ユニットって書けるみたいな利点はあります。とはいえ、コンポーザーのスクリプトって、まあ、このぐらいならいいんですけど、ちょっと複雑なことを書こうと思うと、結構詰んでくるんですね。で、実はコンポーザーのスクリプトは、PHP のクラスを呼び出すこともできるんですが、それはもともと、ですね、ポストインストールとか、コンポーザーインストールした後に呼び出す、クラスを呼び出すっていうために、作られている仕組みなんで、厳密にタスクランナーを使うときには、ちょっと使いづらいっていうところがあるんで、そこで今日紹介したいのが、このロボという今回のタイトルに入っているやつになります。で、今回のタイトルあったと思うんですけど、モダンなタスクランナーロボっていうのは僕が命名したわけではなくて、このサイトに書いてあって、モダンタスクランナー for PHP。僕が言ったわけではないので、モダンじゃないと思った人は作者に文句を言ってください。僕は作者がモダンだと言ったんで、モダンだと思ってます。あ、実際モダンですけどね。はい。これ、ロボのサイトの、ロボ LI っていうサイトの、トップページになってます。で、ロボっていうのは具体的に何ができるかっていうと、オートメイティアコンポーネント、コモンタスクズっていうことで、まあ、あなたの共通的な仕事を自動化しますよっていうことがまず一番目に挙げられています。まあ、つまり、もう、マニュアル見たりとか、ウィッキーの中のコマンドコピペしてやるとかいうのを手段化という、まあ、もちろんね、やってる方いっぱいいると思うんですけど、そういうのから解放して、みんなを自動化しようっていうことを言っています。あとは、ワーカーズっていうのを起動できるようになっていて、これは非同期処理みたいなやつを実行することも可能になっています。それから、パラレルタスクっていうのは、同時に複数のタスクを並行して実行することができるようになっていて、で、それを待ち合わせて、結果を出すみたいなことができるようになっていて、この辺は、ロボ自体が、ガルプ
に影響を受けていて、まあ、ガルプの PHP 版みたいなところがあるので、そういうことができるようになっているということです。あとは純粋に、コマンドを動かしたりとか、テストを実行したりとか、あとは、これも、ガルプから影響を受けているんであるんですけど、その、ローカルのファイルが変更されたら、コールバックが呼ばれてなんかタスクを実行できるみたいなやつがあって、この辺はデモで少しお話をするんで、今日体験ができるんじゃないかと思っておりますということで、ここから、長いデモ時間を経ていきたいと思っております。少しお待ちください。ですね、今回のデモの、プログラムソースコードですね、一式私の GitHub に上がっていて、見れるようになっております。でこんな感じですね。でロボはこのロボファイル PHP っていうのを置くことになっていて、まあ、あのファイル名変えられることは変えられるんですけど、基本的にはこのまま使った方がコマンドとしては簡単です。でこれをプロジェクトルートに置くみたいな感じで、まあ、皆さんプロジェクトルートにはおなじみのコンポーザーゼーションがあったりしますということで、はい、こちらのようになっております。多分このぐらいの字の大きさで見えるんじゃないかと思いますが、見えないと思ったら見えないって言ってください。で、でこのようなディレクトリー構成になっていて、実はあのデモの内容もここに全部事細かに書いてあって、一回お家に帰ってから PC とかで試せるようにそれぞれ書いてあります。はい。で、大きな流れとしては、まあ、ロボの基本的な使い方っていうのと、まあ、タスクをどういうふうに、カスタムタスクみたいなやつが作れるんで、どうやって作っていくかっていうのと、まあ、さっき言ったファイルを、ファイルをウォッチして、プログラムを簡単に開発できるっていうのと、あとは最後にジェンキンスとの連携っていうのを試していきたいと思っております。で最初は PHP ユニットを実行してみるっていう非常に簡単な例で、まあ、さっきあのコンポーザースクリプトでもできるよみたいな話はしたんですが、まあ PHP ユニットとロボをインストールして、スクリプトに、まあ、こんな風に書くといいんですけど、ロボを実行できるようにするにはスクリプトにロボって書いて、コンポーザーロボユニットっていうのを打つと、勝手にロボファイル PHP っていうのが、エンプティなやつが生成されるんで、書き方わかんねえっていう人は、最初にイニットコマンドを打つと良いと思っております。まあ、大したファイルじゃないんで、一から作っても問題ないと思いますけどね。で、今、ロボファイルっていうのはどうなっているかっていうと、エディターを起動していないという衝撃の事実が発覚です。
で、今、コンポーザージェイソンの中身を見ると、今ここにスクリプトに、テスト、スタート、カスタム、ジェンキンスっていうのが書いてあって、この順にデモをしていくんですけど、テストっていうのはロボテストっていうコマンドを実行するようになってます。まあもちろんパスが通っていればいきなりロボテストって打ってもいいんですけど、まあより簡単にするためにはスクリプトに書いておいた方がいいと思っています。出てますけど、コンポーザーテストって打つと、ここで、いや、ここで、PHP ユニットが実行されて、今、適当なサンプルコードがあるんですけど、まあ、1テスト、1アサーションみたいな風に返ってきます。で、具体的にこれどうなってるかっていうと、まあ、単純にこのアサートトゥルってやってるだけのなんかいい加減なテストなんですけど、まあ、こういうのを実行していて、ロボファイル自体はこのように、ロボのタスクを継承していて、ここにテストっていうのがあるんですけど、オプションでフェイルっていうのが指定されたフェース、フォースフェイルっていうのが指定されたらバッドテストで、そうじゃなかったらグッドテストを動かすってことで、ロボファイル自体は、このようにファンクションを切ると、ファンクションが、メソッドになってくれます。なので、メソッドで、コマンドになってくれますので、特になんか、具体的な処理は必要なくて、ロボファイルの中にファンクションを切ると、自動的に、タスクになってくれます。で、それ自体で、まあ、中で、このようにオプションが参照できたり、で、ロボ自体は PHP ユニットとか様々なツールのデフォルトというか、ビルトインのファンクションが入ってますんで、例えば PHP ユニットとか、いわゆるみんながよく使うようなやつは、このようにタスク PHP ユニットみたいに何も考えず使えることになっています。ので、それで PHP ユニットを使うよって宣言して、で、そのターゲットはってことで、ファイル、テストの下のなんとか PHP で、例えばカラーはいつもオンにするよとか、最終的にテストの結果を XML ファイルに書きたいときは、こういうふうに XML ファイルの名前を指定して、最後にランって書くだけみたいな、わあ、なんてこれガルプみたいな感じなんですが、まあそういうことです。で、何実行していいか分かんないよねみたいな、コマンドのヘルプ見たいときあるじゃないですか。例えば、テストコマンドのヘルプを見たいときに、こういうふうにロボヘルプテストって打つと、なんとここにヘルプが出てきてくれます。で、例えばオプションにはフォースフェイルがあって、その説明が出る。それから、ヘルプで実際にここにこのコマンド PHP カンファレンスデモ用で PHP ユニットを実行しますみたいなコメントが出てますが、これなんかあえて書いたかっつうと、実は、ここの PHP ドックのところがヘルプに自動的に出るようになってくれていて、超便利みたいな機能になってますと。で、オプションになんか出したいときは、この、アットオプションっていうのをつけてくれれば OK みたいな感じになっているので、あえてヘルプの何かを作る必要はないです。勝手にヘルプが生成されてくれます。で、テストを、なんかちょっと横着なんですが、失敗するテストを実行したいみたいなケースは、こうやるとちゃんと色付きでまあエラーが表示されてくれます。ということで、まあ、これが一番そのロボの、何も手を加えない簡単な使い方のところなんですけど、
まあ、いろんなその初期対応しているツールに対して、メソッドを呼び出してあげれば、それが裏で実行されて、簡単に表示することができるし、ドキュメントみたいなやつを作りたいなと思った時も、ドキュを書くと自動的に生成されてくれるんで、とても便利だと思います。で、次に、もうちょっと、頑張ってみたいなということで、これも、あるあるシチュエーションだと思うんですけど、例えば、そのサーバーサイドレンダリングで、まあ、HTML とか CSS とか書いてるときに、まあ、なかなか生 CSS みたいなやつを書くシチュエーションってそんなになくて、まあ、REST とか SAS とか使うんじゃないかなと思うんですね。で、あれって修正したらコンパイルしなくちゃいけないじゃないですか、アセットってね。で、それでコンパイルするのに、修正したら、なんだろうね、つどつどビルドしてあげるってコマンドを打つのは不毛なんで、まあ、勝手にビルドしてほしいよねみたいな。もちろんフロントエンドエンジニアの人ががっつり入ってて、まあ、ガルプ書いてたりくれる人がいればそれはそれでいいんですけど、まあ、なんならそれは PHP だけでもできるよってことで、普通のコンポーザーとかで入るこの CSS コンパイラーとか、あとファイル監視のこういうライブラリが PHP にはあるので、これを入れると、簡単に、ファイルを監視して、SCSS をコンパイルするっていうことができるようになります。まあ、これの具体的なタスクを見てみると、ここにスタートっていうのがあって、まあ、スタートっていうのは何をするかっていうと、最初にアセットコンパイルっていうのを動かして、これは、この中で切られている自明の、別のファンクションでこっちにあるんですけど、ちょっとそれの説明は後でします。で、PHP のビルドインサーバーを起動できるようになっていて、ここでタスクサーバーっていうのを指定すると、どのポートで、どのディレクトリをパブリックにして、なんなら、バックグラウンドで実行してくれみたいなオプションもつけることができます。でバックグラウンドランってやると、このバックグラウンドでビルトインサーバーが起動します。で次に This Task Open Browser っていうのがあって、これでローカルホストの8080番の、アプリケーションを8000番かを起動してあげると、いわゆるあなたの PC のデフォルトブラウザーが起動します。このアドレスでね。でコマンドラインに終了するにはコントロール C を押してくださいみたいな、なんならこういうメッセージも出せます。で、最後今言った、ファイル監視っていうところは、タスクウォッチっていう標準関数があるんで、それでどのディレクトリをモニターするかって書いて、なんならアセッツっていうディレクトリをモニターしてください。で、そこに変更があったら、クロージャーが呼ばれるんで、それで this asset compile っていうのを指定するといいみたいなやつで、で、アセットコンパイルって何してるかっていうと、タスク SCSS で、まあ、今ちょっと簡単に書いてますけど、この SCSS をこの CSS にコンパイルしてね、みたいなことを書くと、裏側で変更があったら勝手にコンパイルが走るみたいなことになります。コンポーザースタートってやると、ちょっといきなり切り替わりましたが、デフォルトブラウザーが起動して、この、あ、関西のまんまじゃん。いろいろありますが、まあね、ちょっとデモプロまで書き換わってなかったですね。はい。こんな感じになります。で、元々のページに戻ると、マウスコースどういったっけな、ここか。ここで PHP のビルドインサーバーが立ち上がっているのが分かると思います。PHP-S、ほにゃ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  -T パブリック。で、終了するね、コントロール C を押してくださいみたいな感じになっています。はい。こんな感じですね。で、今、さっき PHP のビルドインサーバーをバックグラウンドで動かしたのみっていうのがあると思いますが、その後にファイルウォッチが走っているので、ファイルウォッチだけが今、この、コンソールのセッションになっている。PHP のビルトインサーバーはバックグラウンドで動いています。ここね、EXIT コードとか見てると思うんですけど、実際はユーザービンオープンで別々に動いています。
で、例えば CSS を書き換えてこのページをちょっと修正してみたいと思います。ここに、CSS のソースコードがあって、まあ、分かりやすく CSS だよっていうのを強調するためがためにこんな近いところに変数を切ってますが、まあ、これはねサンプルアプリですから皆さん察してくださいね。でここで例えば今文字が黒で出たと思うんですが、まあ、レッドみたいにして今ファイル保存しますよ、しますよ、ファイル保存しますと、そうすると、ここでほらこのファイルが書き込まれましたみたいに出ます。これさっきなかったと思うんですけど、でここでブラウザーをリロードしてみると赤くなってるみたいな。だからもうソースコードをいじってる間に勝手にコンパイルが動くんで、あなたはもうコンパイルのコマンドとかいちいち叩く必要はないんですね。まあ、こういうことが普通にできるようになってます。もちろん PHP で書けるようになったっていうのが非常に大きいと思っております。普通に GALF とか使ってればできるんですけど、まあ、PHP でできるっていうところで、言語の共通化とか、まあ、いろんなところで役立つんじゃないかと思っております。まあ、カスタムタスクを作るとかね、ちょっと JS 苦手なんですみたいな人もちゃんと書ける。まあ、共通の言語で話せるっていうところはこの辺に関わってくるんですけども、まあ、そういうことができるようになります。で、これは今までちょっと標準のタスクだけをバリバリ使ってたんですが、カスタムタスクっていうのが作れるようになってますので、それをちょっと解説したいと思っております。ですね、公式ドキュメントによると、コンポーザーには、モジュール、ですね、コンポーネントタイプみたいなやつを指定できるように実はなっていて、そこで、いろんな、このコンポーネントは何用ですよみたいなことを識別できるように実はなってるんですが、実はコンポーザーのコンポーネントタイプって、あまりにも運用されてなくて辛いみたいなところがあるんですね。で、実際に、ロボのカスタムタスクって GitHub に結構登録されているんですが、公式の推奨では、ロボタスクっていうふうに、ロボタスクズっていうふうにタイプを指定してくれって書いてるんですが、大体のやつは指定されていないので、悲しいかな、GitHub でロボみたいに検索してもらった方がいいと思います。ロボファイル PHP とかね、まあ、その辺で検索すると結構出てきます。その辺のことを事情はここに書いてあります。まあ、で、自分で作って公開したいときは、なるべくロボタスクズっていうタイプにしてほしいというふうに思ってます。この辺ちょっと切れてますけどね。はい、はい、はい。コンポーザー JSON のタイプっていうことですね。はい。で、カスタムタスクが必要としているっていうことは、まず PSR4 に従った、ファイル配置と、トレートです。で、これの話を少ししたいと思っております。で、具体的なテンプレートは、今後の公式ドキュメントにリンク貼ってあるんで、それ見ればわかるんですけど、非常に簡単な作りなんで、今説明しても理解できるんじゃないかと思います。で、まあ、ディレクトリコードがタスク図の下に入れなくちゃいけないってことが決まってるわけじゃないんですが、今はタスク図の下に、まあ、ロードタスク図みたいなやつを作っています。タスク図の下に、ここにディレクトリを切ってるんで、名前スペースですね。ネームスペース。ネームスペースに切ってますが、ここの名前が、大体、カスタムタスク名になっていると思ってください。で、その下は、ロードタスク図みたいな名前にしといた方が無難です。この辺は、いろいろ他のやり方もあるんですけど、何かっていうと、これを呼び出すときの名前付けとしては、トレートを呼び出すことになるので、で、トレートの中で、この下のクラスファイルを、タスク登録、この8行目ですね。この8行目、この8行目のところで、タスク登録してるんですけど、この場所で参照可能なこのクラスは、ここのディレクトリ名にしといた方が無難です。で、これを実際どういうふうにロードしているかっていうと、ロボファイルで、あ、もっと上か。ここですね。ここでユーズしてます。で、さっきのロードタスクズっていうのを、ユーズして、これでタスク登録をするみたいな流れになっています。なので、トレートをユーズしてもらったら、勝手に、
さっきのロードタスクが呼ばれるみたいな流れになっています。これですね。で、タスクプリントっていう、今までタスク PHP ユニットとかタスク SCSS みたいな話をしてきたと思うんですけど、このトレートにタスクホニャ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 みたいな、タスク名の、メソッドを作ってくださいというルールになっています。で、実際にまあ引数が受け取れるようになってて、これは自分で作れるんですけど、今回は単純にメッセージを表示するみたいな、メッセージを受け取ってそれをプリントするみたいなね、取ったことないですよ、ただプリントしているだけですからね、なんとか成功したとかなんとか失敗したとか未来に出てますが、そんな感じです。はい、なんで作り方は非常に簡単で、まあそんな感じです。まああとは自分でそのタスク、これもベースタスクっていうのを基本的には継承しておけばいいんですけど、ですね、タスクによっては、まあ、データベースを触る場合とか多分あると思うんですけど、なんかタスクを実行して、例えばですよ、タスク A、B、C ってやって、僕これが例えば B だとして、C のタスクで失敗したら B の結果をロールバックしたいみたいなケースって結構あるじゃないですか。それは、タスクランナーで言えば当然実装できるんですが、コンポーザースクリプトみたいなやつでは当たり前のようにできないです。スクリプトはどんどん流れていっちゃうんで。ただロボはその辺がちゃんと考慮されているタスクランナーなので、実はロールバックをしたいケースはロールバックインターフェースっていうのを実装すると、後続のタスクが失敗した場合にロールバックを呼べるように実装することが可能になっています。なので、すごい、タスクランナーとしては使いやすいという実装ができます。で、これ実際ちょっとデモしていきたいと思うんですけど、コンポーザーカスタムっていうのを動かすと、これは、タスクが複数あって途中で強制的に失敗することによってロールバックが実行されるっていうことを書いています。で、まず最初にメッセージが出るだけになってたじゃないですか。実際にメッセージが出るだけになっているっていうことですね。で、まず結果として最初に出るのが、最初のタスクは成功した、だが2番目のタスクは失敗したってことで、エグジットコードが1が出て、最初のタスクをロールバックしたっていうのが出て、2番目のタスクをロールバックしたっていうのが出ます。で、最初のタスクが完了したは成功した。つまり、エグジットポイントとロールバックポイントと終了ポイントにメッセージを表示するようになっています。で、そこに最初のタスクとか2番目のタスクっていう引数を渡しているだけのものです。で、これで実行順序が分かったと思うんですけど、まず最初のタスクが実行されます。で、それ自体が成功した、失敗したっていう風なのが、分かります。で、2番目のタスクが実行されると、そこで失敗したっていうコードを出せます。はい、これをちょっと、なんとなく覚えてください。で、実際に、ロボファイル、ロボファイル。はい、ここで、カスタムっていう今実行したタスクがあるんですけど、さっきまで、なんとかタスクランとか、なんとかタスクランって書いてたじゃないですか。あれは、一個一個実行が完結するタイプなんですね。だが、しかし、連続してタスクを実行できるっていうオプションっていうか、実行の仕方があって、ここのコレクションビルダーっていうですね、実行方法があるんですが、コレクションビルダーっていうのを作って、そのコレクションでタスクプリントっていうのを動かします。これで最初のタスクをまず実行します。で、その結果として、コンプリーションっていうのは、それ、このタスクが、実行が終わったら、なんて出すかっていうことを実行できます。ちょっとね、これ折り返してるんであれなんですけど、ここで成功したら、完了したら、最初のタスクが完了したと出します。で、続けて、タスクプリントっていうのをまた実行できて、2番目のタスクっていうのを引数にして、これは、明示的にリジェクトをしてます。ここで明示的にリジェクトする必要ないんですけど、
とりあえずね、デモの都合上ここでリジェクトっていうのを呼んでます。で、そこで、完了したら2番目のタスクが完了したっていうのを出しています。で、その下に実は3番目のタスクっていうのもあるんですが、3番目のタスクは実行されてなかった。つまり2番目が失敗したから実行されてなかったっていうのが分かっていただけるんじゃないかと思います。実は3番目のタスクもあります。で、最終的に、このタスクが今作ったコレクションビルダーのインスタンスを返すと、ロボがその順にタスクを実行してくれる。で、コントロールの制御もしてくれます。なので、自分で、ロールバックの制御とかをする必要性は全くなくて、簡単に書けるようになっています。で、もう一回そのタスクに戻ると、これメッセージを実際に引数として保持しているだけです。はい。ね、そうすると、これ入してないんですけど、ここ入してないですよね。タスク登録するときに、この引数がコンストラクターで渡ってきます。なので、入しないで、大丈夫です。で、その引数を保持していて、まあ、リジェクトっていうのは自分で定義していて、フェイルをトゥルーにしているだけなんですが、タスクはランっていうメソッドが呼ばれることになっています。で、まあ、実際にリジェクトって呼んだらフェイルするようになっているんで、フェイルしてたら、ここで、ロボリザルトエラーっていうのがあるんで、エラーが発生したら、こいつをリターンしてあげればいいだけです。まあ、例外じゃないっていうのがちょっと微妙だみたいな話は、もしかしたらあるかもしれないんですが、この場合はとりあえずエラーを返してください。で、メッセージはなんとか失敗したみたいに書けます。で、そうじゃなかったら、ここに、プリントタスクサクセスっていうのがあって、プリントタスクサクセスっていうのは成功メッセージを、なんつうか、プリントするっていうか、コンソールに表示するっていうメソッドです。で、リターン値としては、ロボ、リザルト、サクセスっていうので、自分のクラスを返してあげれば大丈夫。で、ロールバックが起きたら、プリントタスクインフォみたいな、まあ、そのタスクのインフォとかエラーとか、そういうのがメッセージの表示の、メソッドがいくつか用意されていて、さっきもカラーで、アンシーで表示されてたと思うんですけど、まあ、赤で表示したり、緑で表示したりとか、色をつけられることになっています。まあ、こんなもんですね。非常にシンプル。つまり、ロールバックっていうのはメソッドを書いておけば、ロールバックインターフェースが実装されていると、そのロボファイル側に実装されていると、そのメソッドを読むことができるようになっています。はい。で、最後に、ジェンキンスと連動するっていうことをやってみたいと思いますが、皆さんさっき、ジェンキンス使ったことあるということだったんで、まあ1と2でちょっと違いはありますが、やらせていただきます。で、単純にその、ジェンキンスファイルというところから呼ぶだけの話なんで、そんな難しい話じゃないんですが、ここで少しロボの、話が組み込まれています。例えば、皆さんはジェンキンスをどのように使っているかっていう話になると、例えば、なんだろうな、シェフで構築するとか、アンシブルで構築するとか、なんですかね。ただ、今回は、ドッカーを使っています。単純にドッカーが使いたからとか、ドッカーが使いたかったからとか、そういう話じゃなくて、実はですね、ロボでは、ドッカーをコントロールできるようになっています。で、ドッカーを使って、実際はジェンキンスと連動するっていうデモをやるんですが、実はそのドッカーを、ロボから使えることによって、実際は、例えば Docker で僕たちのアプリケーション、サーバーサイドのアプリケーションを、例えばビルドして、プッシュして、みたいなタスクが実際は書けるようになっています。で、それをちょっと、簡易的に紹介するために、ジェンキンスとついでに連動させた、みたいなことになっています。はい。ここで、ジェンキンスローカルっていうコマンドを作ったんですが、この環境でビルドをするとなんか怒られそうなんで、というか時間がかかるんで、ドッカービルドとかはしないですけど、例えば、ウィズビルドっていう引数をつけると、タスクドッカービルドでタグ名つけられて、ランってやるとドッカービルドが動きます。ただし、ドッカー自体は、インストールする必要があるんですけど、どっかのコマンドを叩く必要はないです。これでいい感じに、プログラマブルにどっかのビルドができたり、で、これはまあ、僕が環境を作るときに今回この WizBuild っていうのを使ってやりました。で、それ以外だとすると、
タスクドッカーランっていうのも、ロボには標準であって、ジェンキンスローカルって上で作ったタグのやつを実行して、で、ボリュームで -V でやるときのドッカーマウントみたいなことができます。で、一回デタッチして、パブリッシュで、ジェンキンスの8080を自分の PC の8080に。で、5万ポートっていうのは、ジェンキンスをセットアップしたことがある方ならお分かりのように、すいません、忘れしましたが、5万ポートっていうのを開放することによっていいことがあるんですけど、それを開放しています。で、ランして、リザルトの CID ってところにコンテナ ID が返ってくるんですけど、今ちょうどプリントをしてるだけです。で、例えばここで、そのディレクトリに、コンテナ ID みたいなファイルをテキストでね、ファイルライトして、例えば、止めるみたいなコマンドも作ったら、コンテナ ID とか気にせず、例えば、コンポーザーストップ、コンテナみたいなコマンドを作ったとしたら、その、ランした時のコンテナ ID をファイルからもう一回読み取って止められるみたいな。どっか、ちょうどこの後どっかのセッション確かあるはずなんですけど、そのコンテナ ID でスタートストップとかするの結構めんどくさいんで、もうなんかローカルのプロジェクトだったら勝手にやってくれればいいのにみたいな時に、ちょっとこういうのを知っておくと便利になってます。で、ちょっと実行してみたいと思います。こうすると、ドッカーランが動いて、ジェンキンスが起動しますということで、まあ、コンテナ ID はこんな感じみたいな。で、裏地ジェンキンスが起動してるんで、まあ、こんな感じになります。で、具体的にそのジェンキンスと起動して、ちょっと連携するっていうのをやってみたいんですが、ジェンキンスが起動しきるまでに少し時間があるので、このタイミングでもう質問があるぞっていう人は今受け付けます。ちょっとね、ジェンキンス起動するまでちょっと時間かかるんで、大丈夫そうですか？お、来ましたね。はい。はい、こんな感じで動いてます。で、例えば、パイプラインのプロジェクトでジェンキンスで PHP コンっていうジョブを作って、はい、で、ビルドトリガーは SCM をポーリングとかにしといて、ジェンキンス2からパイプラインスクリプトと SCM から取ってくるっていうのがあって、まあ、とりあえず SCM にして Git にして、スクリプトファイルはジェンキンスで、ここにリポジトリ URL を入れて、ブランチャーマスターでリポジトリブラウザーは季節で、ジェンキンスファイルで保存。まあ、みたいにするとこんな感じでできますと。で、実際ジェンキンスファイルはもう作ってあって、
ジェンキンスファイルでは、まず、最初にコンポーザーのセルフアップデートを動かして、皆様絶対に入れた方がいい、とりあえずあのプレシっていうプレシってものは、あの平久さんが作った光の速さで動くコンポーザーのアップパッケージをアップデートして、で、コンポーザーインストールを動かして、テストを動かすみたいな風になっていて、最後に、作った XML のテストリザルトで JUnit の結果を評価するみたいなことをしています。まあ、こんな簡単なやつですね。ん？あ、はい。で、今実行が始まりましたと。で、実行が始まっていて、いや、はい。ここで、裏側で、ジェンキンスがさっきのジェンキンスファイルから、いろいろ動かしますと。コンポーザーのセルフアップデートが動いて、まあ特になくって、プレシもなくって、コンポーザーインストールが動い、お、失敗してるじゃん。成功する想定だったんですが、なんか失敗してるんで、まあ、あの成功すると思ってください。インストールがスキップされてるな、なんだ。おっと、グローバルのコンポーザーがおかしくなってますね。すいません、多分あのちょっと Docker ファイルがうまくできていなかったかも。あ、Docker のイメージを作り直したんですが、うまくできてなかったかもしれないですが、まあ、こんな感じで連動できます。で、その、すぐみたいに、その、実際のジェンキンスファイルの中身としては、実際にコンポーザーのコマンドを叩いているだけです。こうするといいことっていうのは、まあ、例えば今みたいにジェンキンスで失敗しました。ちょっとね、失敗したケースがあまり良くなかったんですけど、本当はテストで失敗しましたみたいな時に、例えばジェンキンスではどういうコマンドを叩いてて失敗した、ローカルでは実は成功してんだけど、ジェンキンスでは失敗してんだよみたいなことがあった時に、なんかジェンキンスでどんなコマンドを叩いてるとか、いちいち確認しなくちゃいけないじゃないですか。でも、コンポーザーテストみたいな実行だと、ローカルでもジェンキンスでも同じコマンドが叩けるんで、まあ、オプションとか、なんかそういうのを一切気にせず、ちゃんとローカルでも実行が確認できるみたいなところが、いいと思っているんで、基本的にはそういう流れにした方がいいと思っています。はい。で、最後のまとめなんですけど、フロントエンドとか、興味があったりとか、JavaScript を普段やってる方はよくお気づきだと思うんですが、この流れっていうのは PHP と Node.js の比較で言うと、Node.js では、パッケージの依存環境を解決してくれるのは MDBM。まあ、もちろんね、今 YARN とかありますけども、まあ、基本的に NPM ですよね。で、PHP ではそれはコンポーザーが、やっています。で、かたや PHP はタスクランナーって、最初に紹介したんですけど、Fing みたいなやつがあったんですが、まあ、Fing だと非常に辛いみたいなところがあって、最近ロボっていうのが出てきて、これからこういうのが盛り上がっていくんじゃないかなと。まあ、他にもね、出てきたりすると思うんですけど、今のところはロボみたいな扱いで、これは、Node.js 界隈でいうとこの GARP みたいな風になっています。で、実際にロボが最初から対応しているツール群っていうのは結構いっぱいあって、まあ、このアイコンの中の通りなんですけど、例えば GitHub の操作ができたりとか、まあ、レース SAS ですね。あとは Behat が呼べたり、CodeCeption が呼べたりもするんで、まあ皆さん大体ね、使ってる、今、開発で使ってるツールは、割とサポートされてるんじゃないかと思います。まあなんならね、NPM も実行できるし、Bower も実行できるし、GARP も実行できるんで、お前 GARP でやればいいじゃんみたいなところあるんですが、まあまあね、そういうのもできたりします。もちろん今、テストしたみたいに Docker も使います。なので、まあ、コードの管理、ですね、あと、ロボが、ベースとしてはシンフォニー系で作られているので、シンフォニー系のタスクを作ることも結構簡単にできるようになっていて、僕はあんまシンフォニー使ってないんですけど、そういうのが簡単にできるようになっています。ということで、以上で、このセッションは終わりたいと思っております。以上でございます。